松村菊雄松村菊雄は日本の海軍軍人実業家。最終階級は海軍中将。石川島造船会社社長。佐賀県出身。松村安亀海軍少佐の次男として生まれる。攻撃者を経て、1896年12月、海軍兵学校を卒業し、1898年1月、海軍少尉任官。泉公会長。 常備艦隊参謀を経て、日露戦争には第一艦隊参謀として参戦したが、初戦の旅順口攻撃において負傷し抗争される。その後復帰して、大本営付から笠木法術長になり、日本海海戦に参戦した。松島法術長を経て、1907年12月、海軍大学校を卒業した。軍令部副官、フランス駐在、笠ス副長。 海外教官、第一艦隊参謀、第一、南遣市隊参謀、千区艦長心得、笠木艦長心得、フランス大使館付、武官、常盤、比叡の各艦長、佐世保陳樹付付などを歴任し、1920年12月、海軍少将に進級。第二艦隊参謀長、海軍教育本部第一部長、軍令部出資、第五戦隊司令官、 新海洋行部司令官などを経て、1924年12月、海軍中将となり、軍令部出資を経て、1925年11月、大名となり、翌月に予備役編入となった。1925年12月、石川島造船会社に入社、道場部、専務を経て、1933年4月から1941年1月まで、社長を務めた。 ありがとうございます。